乾杯。乾杯。さよう。いただきます。やらかい。え、あっち取って溶けてるの？あ、持ってよ。あ、取って溶けた。じゃあ朝ごはん作るの忘れたね。忘れちゃって、たまたま持ってきてた俺のオールにチーズ。いきます。お願いします。よし、じゃあ、ねね、乾杯しよう、乾杯しよう、二次会、二次会かわいい。じゃあ、乾杯、乾杯、さよう、あ、めいちゃん、乾杯。ありがとう。よし、ああ、うまこのめっちゃ寒い時にあったかい膜で乾杯するの最高じゃない？最高、うん、最高です。めちゃくちゃあったかいですね。めっちゃあったかいですよね。とりあえずそれでは前菜。あ、前菜、これはね、なんかなめろう系ですね。なめろう、まあ作ってはないですけど。めっちゃ美味しそう。買ってきただけだけど。あ、そうなんですか。とりあえず、うわ、やばい、これは。そうそうそう、食べて。カルピン取ってくれたら食べれる。すごい、ここまで食べたいやつじゃん。あ、すいません、先に食べちゃって。いやいやいや、ちなみに、メインはたこ焼きです。そう、メインたこ焼き。よっ、あで、これの後にお刺身があって、たこ焼きがあって、最後にサムゲタンがあります。サムゲタン、主食が2つありますけど。サムゲタンスープで。あ、はいはいはい、そう、鶏肉スープみたいな。マジですか。最高です、うん。たこ焼きは一応なんか子供好きそうなウインナーコーンとかも買って。本当に雑食なんで。ちょっとこっちもいただきます。めっちゃ美味しい。食べちゃん、これ美味しい。え、そちらも取ってください。うん、うまい、うまい、はい。角上魚類できたんですよね。角上魚類、あっち置いて、言えないで、言えない、あっち置いて、角上魚類。何が正解でしたっけ？角上魚類。角上魚類、うん、じゃあ言ってみてください。角上魚類、うん、はい、角上魚類、めめ、角上魚類、はい。タロちゃんが昨日つけてきた低温調理ローストビーフ、うん、そう、すごっ。まあでも何の味付けもしてないんで、もう 僕の口の中はすごいことになってますよ、うん、塩コショウ、よだれが。塩コショウでちょっとやるだけなんですけど、ね、めっちゃ柔らかい。ねえねえ、でも中赤いね。あ、だから赤いんだけど、うん、低温調理してあるから食べれる。大丈夫なの、うん、いただきます。うー、一口でいただきます。うーん、これ柔らかかった。柔らか、うん、ハルピン食べてみて。いただきます、うん、いいんですか、なんか良さげの食べちゃって、うん、マジで塩気かけたの。塩気ちょっとかけた。お、いただきます。牛もも、うん、柔らかい。おいしい。シンプル。やば、柔らか。よかったよかった。予想と違う。ローストビーフだとちょっと違うかな。うん、あ、美味しい。うん、美味しい。うん、よかった。麺美味しい。美味しい。いや、いっぱい食べて。カメラ向けられると弱いな。めめめめ、ちょっと味濃いからこう取ってね。いや、でも味もすごいいいですこれ。はい。めめ、せーので、おいちってやって。おいち。せーので、せーので。イノシシみたいな。いっせーので、おいち。めめめめめめ、おいち。じゃあ次、たこ焼き、はい。たこ焼きやります。これ。はい、いつものこれ六花たこ焼き。ソースのいらないたこ焼き粉。はい。です。お願いします。これをやっていきます。今日は、うん、みーちゃんもいるので、はい、タコ以外にもあの
ウインナーとコーンも持ってきました、うん、タコの代わりにってことで、ね、はい、うん、やってみたいと思います、はい、初じゃね、そういうの初です、うん、じゃあ作りますか、はい、あ、ここがうまくいってるから、これとこれすごい、上手ですね、ね、やっぱさすが、ちょっと入れ替えてもいいんですか、あ、お願いします、そう、入れ替えができないですね、うん、いやありがたい、めっちゃ好きなんですよ、たこ焼き形作るのが、作るのが好き、え、でも家でやったりするんですか、めっちゃやります、あちがいない時に限ってやります、そうなんだ、あちがキャンプ行ったら、よっしゃ、たこ焼きだって、一人たこ焼き、あ、一人たこ焼きです、私もう昔の趣味がたこ焼きをしながら映画を見るのが好きだったんです、でもそれはなんか分かる気がする、一日中たこ焼きやってました、私マジ一日中、はい、午前中に始めて、気づいたら夕方で、あ、今日夜ご飯やばいゆっくりたこ焼き、いいですね、初めて聞きました、じゃあ幸せ、締めは鈴鹿ステラ、鈴鹿ステラじゃないか、私もたこ焼き知ってからその楽しみやりたいって一回なって、太郎ちゃんが一回いなかった時に、うん、まだたこ焼きデビューしてなくて、うん、ずっと一人で焼肉ちんたらやって止めて映画見てまた焼肉してあれでもなんか俺がいない時になんかやってたんだっけ、くっさーとか帰ってきて、それ焼肉先に焼肉、幸せだ幸せ、焼肉夜いい色ですね、いい感じで黄金色、ウインナーコーンチーズです、ちゃん上手なんだね、じゃ大好き、みんな大好きなやつ、うん、タコは入ってないと、今回ここは入ってない、ここは入ってないね、先に食べた方がいいから、あ、そうね、ありがとうございます、めめウインナーコーンチーズだよ、大丈夫、ちょっと時間空いたらお腹いっぱいになっちゃったんじゃない、いや大丈夫です、無限です、そんなことないですことですことです、一日中たこ焼きやってたでしたっけ、そうなんですよ、結婚した後に、あ、独身の時です、独身の時、今日休日、僕は今初めて聞きましたたこ焼きの日だ、たこ焼きの日、何の映画見よう、そ、あ、自分で決めるんだ、そうです、たこ焼き食べながら映画を一日中見る日、そうです、よし、何個ぐらい食べるんですか、そのこれのこんくらいできるガスでできる、うん、え、もっとでかいそれを何周もで、でかいのに、それで油引いてないとこを空っぽでやると油がすごい匂ってるんで、うん、絶対埋めるんで毎回毎週埋めるすごい、あ、空の場所作んないように、ちょっと油がこう上がったら匂いが気になるんですごいね、じゃあトータル1日で何個作ってるんですかね、でも2袋は使ってたんですよ、あの一袋で家族用のやつ、家族用ってことは500、500、まあ、3食と考えても50個ぐらいは食べてる、50個どころじゃないですかすごい、だいたい1人前って8個だよねえ、それはさ、銀だこ基準じゃん、そう、白かこれは、いや、例えばこれは4人用ですけど、はい、あ、それじゃあ、はい、60個、あ、足りない、60じゃ足りないです、すごい、60じゃ足りんの、だって一日中やってる、じゃあ今これ一人で全部食えって言われたら食える、朝の9時から夕方までたこ焼きをやってると60じゃ絶対足りない、そうだよね、それしか食べないんだもんね、はい、多分関西人でもそこまでやる人は何と、後半何も入ってないの、具なんで具でもまた膨れるから、じゃあ足りなくなるから、そう、中身なくなるから具が足りなくなるから、ね、すごいね、種はどんだけでも作れる、どんなんよ、じゃあ幸せだった、え、その時はその種は作ってたんですか、その時は足りなくなったら小麦粉に出汁入れて長芋吸って作ってた、すごい自家製じゃん、美味しそう、あれ美味しかったな、メニメニこれどんだけ好きだ、あ、どう、大丈夫、うまい、いける、熱い、美味しい、これ大きい、美味しい、うん、食べたい、皿本当に熱い、じゃあこっちの消しときゃ、せめて歯の方に、歯の方に、歯の歯だったらいけるみたいな絶対さ、絶対つくじゃん、あーわっ、あの歯の方で言ってとか言ってこっちの粘膜の方だと言っちゃうでしょ、歯の方だと、うまっ、どう、美味しいでしょ、ウインナーめっちゃうまいです、よかった、え、やっぱこれ1個いったんすか、1個食べたの、うん、いや、半分です、今3分の2個いった、あー、やっぱこれの感うまっ、ね、なんかさ、あれみたい、いただきます、クリームみたい、うん、クリームみたい、うまっ、いただきます、うん、メメしっかり外パリやし、うん、うまい、このすごい、うん、おいしい、うん、コーン合う、うん、コーンいいんじゃない、あ、これはメイちゃん用に冷ましといて食べる人、ね、コーンとウインナーいい感じ、ちょっとコーン初めてなんですけど、おいしい、次からコーンですもん、うん、コーンいいね、確実に、うん、メメ、視聴者さんに教えてもらったんだよね、うん、
なるほど。コメントでいっぱいもらえて、うん、子供がすごい好きそうですね。美味しい人。うん、美味しい。よかった。いいね。おはよう。おはよう、メリー。おはよう、メメ。おはよう。ハルピン寝れた？寝た。伸びた中ストーブもつけたし、今焚き火つけるから。あっち行くか。少々お待ちください。あっち行くかにか。え、あっち取って溶けてるよ。あ、持ってよ。え、持ってよ。あ、取って溶けた。持ちにくい。めっちゃ持ってきた。これって石に置いたら石爆発するっけ？爆発するよ。どうすればいい？もうどうしようもできる。じゃあ待機しよう。そういいね。爆発せえ。あ、木の上に。爆破しないですよ。え、やしないよ。え、じゃあ爆破そう、これ今柔らかいうちに。柔らかいうちに形作ってまた元に戻す。あ、職人だね。ダメだ。あ、ダメだ、もう剥がそう剥がそう。おはようございます。おはようございます。朝ごはんの時間です。朝ごはんって言ってもしじみの味噌汁のみ。朝ごはん持ってくるの忘れたね。忘れちゃって、たまたま持ってきてた、肝心要の養成器、すごいしじみの底力、しじみの味噌汁100個分のオルニチン、俺のオルニチン。そんな紹介するほどのものなんですか？いや、これは角上魚類の。え、角上魚類？角上魚類のしじみ汁です。じゃあお湯沸かしましょう。あ、そうですね。すごい。え、なんかすごいね。うん。お、ペコってだ。そうそう、気をつけて。この柄を持ちながらやった方がいいですよ。上に引き上げながら。あれ弱い？うん、これマックス。引き出しするか。うわあ。ツーだね。引き出しだろう。引き出し。皆さんが教えてくれるおかげで、なんかあたかもうちが物知りのように見える。教えてもらってるだけなの。でもこれ厳冬用のガスなんだけどな。うん。しかもこの中もうあったかいけど。メイも食べ終わったの。食べ終わったんですね。均等みたいじゃない？うん。しみじみ汁。何ですか？しみじみ汁。しみじみ汁。しみじみ飲めば。入れよ早く。しみじ。あ、太陽が出てきた。ね、ちょっと暖かくなってきた。おお。割と濃い。うん。入れます。はいよ。こぼしてもいいように、ここで入れます。
感じ。こぼれた。うん。でもこうなんか極小だね、こぼれ方が。そちゃです。いただきます。いただきます。どうでしょうね。初めて買ってみたけど。うん、うん、うん、うまい。美味しい。具が具だくさん。うん、しじみ入ってる。うん、あったかいの飲んだら鼻がスーって通った。ああ今日はこの後撤収したらエブリィのルーフテントをアチさんに渡すっていう儀式があります。はい、今のってこうパカってこんくらいに開くパターンのやつじゃん、うん、そうじゃなくてこう180度開くやつ、うん、だからこう今のサイズの2倍のやつにテント変えてくれるってことなんで、ありがとうございます。今度そっちをちょっと試させてもらうんだけど、うん、それで今使ってるテントは誰か使ってくれる人いないかなっていうことで、まあ、もちろんなんていうの、その発信をしてくれる人、うん、でアチさんにちょっと使ってもらおうかなと思ってこう受け渡しの儀をするんですよ。なんで一回うちに来てもらって乗せ替えしてみたいな感じかな。ご飯食べてからでもいいけど、お昼、うん、どこ行く、どこがいいかな。台湾ラーメンでしょ。台湾ラーメンか道の駅か、どうしよう。ああ道の駅、うん、私はどっちでもちょっと考えとこうと思います。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやダラダラですね。うん、まったり入れてめっちゃいい気温。あったかすぎて横になりたい。あ、いいのあるよ。こちら電足湯、これ買ったんですよ。便器かと思った。便器じゃないのか、足湯。足湯を買って、うん、ちょうどこの今ここにあるこのバッテリーなんですけど、はい、なんて読むんだろう。ビライン、ビライアン。ビライアン？ビライアンって読むのかな？中華系あるあるのさ、うん、メーカー名読めないっていう。こちらなんですけど、今回ちょっとお仕事をいただいてるのがこれで、このバッテリーはさ、よく案件やらせていただいてるんですけど、今回もこの2000ワット級のここに書いてある2048ワットアワーの出力が2400ワットの、大型のバッテリーなんですけど、で今回これをお借りしてるんですけど、ちょっといいなって思ったポイントが2つあったんで、電源入れた時にまずこの液晶めっちゃ大きくない？うん、うん、すごい見やすいっていう、これもいいなって思ったんですけど、これここなんですよ。このダイヤル、こうやってひねっていくと300から500、700、900、1100って変えられるんだけど、これあの充電速度をここで簡単にチェンジできるのね。だからここ1100で充電すると急速充電なんだけど、バッテリーがやっぱり消耗が、痛みが早いっていうのがあって、急いでなければこの300ワットで充電した方がバッテリーにはこう負荷がかからないので長持ちするんですけど、あとは RV パークとか行った時にコンセントのワット数って決まってて結構低かったりするんですよ。700までですよとか、
言われたりするんですよね。でそういう時にここの700に合わせて充電してあげればブレーカーが飛ぶことないっていうので、旅にはすごい使いやすいなっていうのでちょっと今回ね試させてもらってるんですけど、あとは価格がめちゃくちゃ安かった。他の 2000W 級の相場に比べるとすごく安いっていうので、大型バッテリーなんだけど入りやすいんじゃないかなと思って。ただちょっとお借りしてるだけなんで、その長く使えないからそこはだけちょっと検証できないんですけど、まあ、でも見た目もね使いやすい感じになってました。ここに USB が急速充電2つ、 USB-A ですね。これはここなんか刺すときも抜くときもちょっと硬かったね、うん、でもスカスカよりは良くない。で、こっちが USB-C の 20W が3つと、パソコンとかいける 100W が1個ついてます。ここね。で、こっちが DC。DC はこういうシガーソケットとか、こういう、これなんて言うんだっけな、この端子。このソーラーパネルとかでよくある端子ですけど、とか、まああんま使わないところですね、これは。で、このライトもついてるけど、ライトもほとんど使いません。で、横にコンセント6個ついてました。まあ6個あれば困ることないかなっていう。で、上が収納。ここにコード全部入るんで、これも便利。で、こっち側、左側に、はい。こっちは充電ですね。ちょっとこれを使ってこの足湯をチャレンジしてみたいと思います。イエーイ。その足湯の機械高いんですか？これ1万円ぐらいでした。キャンプで足湯、家でも使えるしめっちゃいいね。やっぱこう足があったかくなるって幸せだから、うん、なんか寝る前とかにさ足湯しながらお茶とか飲んで整えていきたいと思います、うん、ね。でやっぱ電気を使うんで、まあ、それもあってちょっとこのバッテリーを持ってきてみたんだけど、このバッテリーさ充電してるときすごい静かだったね。あ、めっちゃ静かだったね。うん、この大きさのバッテリーになるとほとんど今まで使ってきたやつはウォーンみたいな音するんだけど、充電速度が遅い？いや、最速でやってた。やっててあんな静か、うん、すごいファンが静かでしたこれ。すごい、うん、それは確かにいい高評価ポイントですね、うん。うるさいんだよね充電がね、結構このサイズになると。これは静かだったすごく。ちょっとじゃあこれを広げてみましょう。こう、うん、まず開けて、開ける、うん、蓋だからそれこの、うん、そうそう、それ取っちゃって、うん、で説明書みたいなのとか取ってでポコって折りたたんであるんで、これを引っ張ればいいんじゃないかな。うん、初めて見ますし初めて触ります。そうそうそう、怖っ、うん、折れそう。いや、そうなってるの。なんかあれみたいじゃん、水のバケツ、うん、よいしょ、へえ、これで OK。 ちょっと待って、え、どうしたの？あ、ちゃんとここに収納されてた。コードない。収納されてた。で水捨てるの、これか。水捨てだ。なるほど、うん。あとは多分どこが電源なんだこれ。ここになんかリモコンもあります。ここに電源ボタンあるわ。これが電源。すごい、なんかこんな感じです、うん、壺みたいになってる。足壺的な。あ、うん、なんと、うん、電池が入ってません。リモコン使えない。使えないじゃん。リモコン使えないじゃん。じゃあ手動でやります。手動も何もスイッチしかないんだよ。そうするとこっちでの操作ボタンがない。え、電池は別途ですって書いてあったの？え、わかんない。買うときは見てないけど。このさ、ここのつまみではさできない。
たんだ。それなんでもないみたいね。こんなに大きいのに、うん、ヘルシーライフって書いてありますね。リモコンじゃないと動かないな。そうなの。ここにもついてない。ちょっとでも電源だけ入れてみようか。うん、水入れてくるわ。はい、お願いします。水入れてきましたんで。冷たそうです。これは冷たい。うわ、冷た。水オン。あ、ついたついた。電池ついたついた。これ温まるのかな。本当にどんぐらいの電気を使うのか。結構いきますね。うん、結構いく。600、600ぐらいだ。お、なんか動き始めた。やっぱこんぐらいのバッテリーじゃないと心配だよね、うん、これ動かすとなると。確かに。このまんま動かし続けると2時間持ちますよってここに出てるから。つけっぱなしだとやっぱ2時間しか使えないから、まあ、電気はやっぱ使いますね、結構ね。保温機能もあるらしいけど。おお、すごい、うん、ちょっとあったかくなるまで待ちましょうか。まだ水、まだ全然水。大きいもの片付けてっちゃおうかな。じゃあ私細かいものしまってっちゃおうかな。うん、ちょっとそれで、はい、あったかくなるの待ちます。イエーイ。終わりました。はい、足湯が止まり、あ、ねえ、怖っ。デコってだった。デコって危な。デコで、はい、はい、止まりまして、大体30分ぐらい今回して、40分近かったかな。 69% なんで 30% ぐらい結構使うね。まあでも温まっちゃえば、うん、今止まってるからそんなに電気そんな使わないみたいだけど、でもやっぱさすがの 2000W ですね。 600W でずっと回して30分ぐらい回ってたんで、で音全然しないもんね。あ、全然 無に近いぐらいでした、ね、こっちの方がウィーンって言ってる感じ、うん、では開けてください。オープン。オープン。あ、おお、何度になってんだろう。40ちょいなのかな。あ、なんか回ってる、回ってる。じゃあハルピン、うん、入れてみましょう。はい、足、よし、2個行ってこい。行きます。お願いします。行ってきます。椅子が低い。どうぞ。椅子が低くて足がつきません。あっ、熱そう。下の方熱いじゃん。そうだ、かき混ぜて足で。それとも冷えすぎてるのかな、自分は。あ、そうかもしれない。足結構冷えてると思うよ。どう。お、あ、このツボ、うん、あ、やばい。マッサージいい感じ。いい感じ。このマッサージの付近が熱い、うん、あ、でも慣れてきた。あ、一応さ、バスソルト的なのも持ってるけど、うん、もういいか。いらない。うん、なんかちょっともうちょい手前に引いてもいいですか。いいよ、引いて。あ、これだったら、あ、こうやったらいいわ。うわあ、こうからいくぞ。これ外とかでやったら気持ちよさそうじゃない。やばい、ね、本当に普通の足の、うん、足こうやって乗せて下がゴリゴリってなるやつあるじゃん、うん、あれのマッサージとお湯がミックスされてて、こうやこりゃこりゃやばい。やばい。うん。最高でしー。来る？落ちないでよ。すごい絵です。え？ああ、最高じゃ。ちょっと10分ぐらい入ってみようか、それで。うん。気持ちいい、あったか。芯から温まる。やっぱ足冷えてたんだわ。あ、本当。今ちょうどいい。本当に。多分ぬるいと寒いから。うん、ちょうどいい。ちょうどいい。
うわこれやばい。キャンプで足湯っていいじゃん。いいよね、温まるよね多分、うん、ちょっと置いといてみます。どうですか？快適すぎます。温まってきた？うん。あったまった？もっと。追加でお願いします。いやもう片付けしますから。あと30分延長できるわ。もう10分15分入ってますよ。だいぶあったまった？あったまった。体？体？足。足からこう体があったかくなったかって。別に上半身は高くありません。え、そうなの？だって寒いもん、そこ、うん、足の血行はかなり良くなりました。あ、ほんと。じゃあ拭いてください。ちゃんと拭けば湯冷めみたいにしないかな。あ、風邪ひいたり。あったかくはなった？うん、あったかくなった。足、足やばいよ、ほかほか。触ってみ。ほんとだ。めっちゃほかほか。全然違う。ほんとにどんなに裏肝とかあったかい系とか履いてもどうしてもいつも足冷えんの、うん、だからこれはすごい。こんな一瞬でほかほかして、で結局温めが終わっちゃえば保温で済むからほぼ電気使わないっすね。うん、66% あります。こんな感じで大容量の電気も使えました。で、稼働もすごい静かだね。うん、静かだった。うん、全然うなったりしない。概要欄の方に書いてありますのでぜひぜひちょっとチェックしてみてください。結構ね、安いからいいんじゃないかなと思う。保証もしっかりしてるということなので気になった方見てみてください。ビライアン。ブライアン。はい。なんで B なの？わかんない。 V V だから。ブライアンだったら B じゃない？ブライアン。2000ワットあるとやっぱ安心感が違いますよね。ちっちゃいので来ようとした。うん、すごい。なんかこれ気に入っちゃったな。いい感じでした？いい感じ。りっちゃんに持ってってあげる？ハルピンのお汁入ってるけど。やだよ。じゃあ片付けしましょうか。はい。もうね、半分ぐらいやった、うん、やってあったからね、うん、あとちょっとです。うん、なんか入ってた。何やってんの？狭っ。ねえ、あ、何やってんの？ミミ帰るんだよ。足湯？全身入っちゃうから、ニコ。ちょっとだけ。うん。おお、熱っ。最初熱っってなるけど、うん、ちょうどいいよ。はっ、熱い。ぬるいよりは全然いいよね。タロちゃんがかわいい。くぅ。あ、これはたまりますね、確かに。最高でしょ？やばい。ただこの足を置く位置結構重要だね。うん。その振り、ヘリに当たると痛いから、うん、そのウィンウィン体験してほしかった。ウィンウィンってリモコンが使えないからさ、動かせられない。あ、そうなの。残念。マッサージね。うん。あ、でもあったけー、これはいいわ。お風呂入ってる気分になるわ。なれる。今も足がなんかホカホカしてるもん。
どれ。マイク。一番いただきます。どうぞ歩いて。ニコン。ニコン。うわ、来た来た。ニコン。撤収終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここのワンちゃん自由そうでいいよね。うん。前ね、真ん中で座ってた。手付けの可愛かった。お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。でこの後は、はい。あのアチさんたちと一緒に、うん。台湾ラーメンに行って、はい、うん、でちょっとこのエブリー君に乗ってるルーフテントを譲渡したいと思います。はい、うん、こちらの大好きな台湾ラーメン、うん、ぜひご賞味いただきたい。ほんで、まあ、2個目リーでも家に置いてからかな。うん、暖房つけて、うん、お家に2個目リー置いてから食べに行って、じゃあ戻ってきてからルーフテントの移行の儀ですね。はい、了解です。着いたよ。着いた。こちら後楽園。ありがとうございます。ありがたいです。座敷、ここでいいか。奥、こっちでしょ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。座布団全部ビトンじゃん。えそう、これが、まあ、一番多い。あ、危ない。どういうこと。これは、ね、夜メニューそれは夜メニュー。なるほど。まあ一応、別に頼めるんですけど、その方にもこういう店結構あるんですけど、めっちゃ好きで1ヶ月に2回ぐらい食べに行くんですよ。それが納豆チャーハン。ありがとうございます。あ、本当は納豆入ってる、うん、あ、なんだ。いただきます。納豆チャーハンは太郎ちゃんも1回食べるよね。あ、うん、めめ、納豆食べる？めめ、なんで私のとこ来てくれるの？寂しいんですけど。めめ、ちょっと入れまくる。うまい。うん、うまっ。美味しいですか？うん、うまっ。うん、はい、うまい。台湾ラーメンとキムチチャーハン、納豆チャーハン、おすすめ。匂いすごい。エビマヨ、おすすめ。あ、エビマヨね。エビマヨ、エビで始まってエビで終わるよ。衣で始まってないよ、これ。わかるわかるわかる。エビです。あ、うん、わかる。ハルピー焼きそば。
エビ丼。焼きそば好きだからね、何でも美味しい。しかも形がグレードアップしてる写真を。うまこれ。うまいよ、ね。うん。この焼きそばめっちゃうまいじゃん。私ここの焼きそば大好き。30kg なんで2人で持ち上げれちゃうんですね、うん、のはずなんですけど。あ、いけます？ちょっと待ってくださいね。あ、そっちで頭がいったら、ちょっと待ってください。いいですか？すごい。似合うなぁ。いや、これは思ってたよりかっこよくなった。とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。またこっちに出れますかね。そうですね、そう出ます。うん、怖っ。ギリギリするんですか。うまい。うわ、いけるいける。怖っ。怖いのしか進めない。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ気をつけて。ありがとう。